皆さんどうもおはようございます。今日はちょっと友達と遠出をしてスケボーしようと思うので、お弁当を作っていきたいと思います。明太子お弁当というかご飯。行きましょう。かっくんと合流するんで、次はけんくんを探します。ボイン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 。八王子に着きました。はい、たっくんと合流して八王子に着きました。今回ね、なんで八王子に来てるかっていうと、超久しぶりに、プラネットパークっていう八王子のめちゃくちゃでっかいスケートパークに行こうと思います。確かサイズは日本最大級なんで、バンバン暴れたいと思います。今回は僕初めて八王子。たっくんはいつもどこでこれを仕入れてんの？シモンと合流して、プラネットパークはね、僕過去に2回ぐらい行ったことあるんですけれども、なんといってもね、アクセスが悪いと。八王子駅がまず遠いんですけども、八王子駅からバスしかなくて、バスが40分ぐらいかかって、そこから徒歩また20分ぐらい歩くんで、マジでバカ遠いです。でとりあえずね、スーパーに行って昼飯を買います。もちろんね、パークの近くには何もないんで、スーパーでね、買い出しをしてから行きます。ケン君いました。今からどこ行くんですか？なんだっけ、なんとかパーク、なんだっけ、プラネットパーク、プラネットパーク。バスで向かいます。前髪さん上げてるだけと思ったらさ、マジないよ。じゃあちょっとこれ、カッテン自分で切った。さあ、バリ遠い。ありがとうございます。はい、無事とぶきスケートパークに着きました。プラネットパークかな。ケン君は何分かかりましたか？1時間40分ぐらいじゃない？タッ君は1時間40何分ぐらい。おお、バス入れてよ、バス入れて。でもそう、あ、まあでも今日7時45分ぐらいに入れてたから、今11時でしょ。11時10分、3時間いかない。ドアトゥドアで3時間と。僕はドアトゥドアで1時間半ぐらいですね。そう考えるともう2時間かかってる。まあとりあえずアクセスが悪いんですよね。もう見てください、こちら山なんですよ、こんな感じで。で、着きました。ここがパークです。今日はね、頑張って攻めていこうと思います。すげえ海外来た気分。ファーストトライで草。バリうまいな。気持ちいいですか？いや、気持ちいいよね。何よりも暖かい。
それで破けたの、まあ、こんなんいいねこれ Anyway Love you I love you お弁当の時間がやってきました。でれー、やっぱりパークに来てもうまい飯は食いたいですよね。ウェイ、もちょっと薬用の菜箸を忘れたんで今回はその辺の棒を使おうと思います。いや、いい香りがしてきました。ハンカチを引くの忘れてました。一個食べてきな。いただきます。熱そう。うん、うん、うん、うまっ。おいしい。いやー、午前中はねちょっとこけすぎて死にました。ちょっとね後半は気合い入れて頑張っていきます。ケールマニュアルのフリップアウトもメイクできなかったんで後半頑張ってメイクします。あー、うめえ。はい、昼飯食べ終わったんで後半戦に向かおうと思います。あー、なんで。50のフロントマネージャーと言います。非常に路面が荒いんでこんな感じで手がね荒れてしまいます。受けたらあれ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 行くか。いや、ニュートリック。いや。いや。スケッチやってみた。ほいじゃん。ちょっとタッキンと比べてさ、高さが高すぎて。いや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 、動画にしたくね。 GoPro つけてる時ださ。おー、What the fuck。 どういうことなんあいつマジで。いけうまっ。ではケン君、ワンクリップいただこうかしら。ケン君にまずやってもらいます。プッシュ専門だからさ。おい、ちょっと今の怪しいんじゃないでしょうか。え、何、ちょっと怪しいんじゃないでしょうか。今ワンと時間地面付き。
行け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 んだ行くんだ。おー、どう今の。今ナインクラブ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ナインクラブ。今のビール3本分ぐらい。あれで K してノーリフリップしてフラットなんかしてこれリップスライドするわ。ハロー。では行ってみますね。皆さん見えますか？選手交代。さっくんが今ゴーグルをつけて鬼接心してます。皆さんちょっと伝わらないかもしれないですけど、ものすごく路面悪いんですよ。路面、この路面見えます？この荒いんですよ。息が上がってんの分かります？この路面です。この路面。ボールでちょっと軽く回ってからのステアでスイッチで行くっすね。こんな感じで回ってからのちょっと足がパンパンなんで一旦上がってからメイクできるかちょっと心配なんですけど、ボールはこんな感じですね。もうあれただおかしいよ、もう何をあいつ何を食ってきたん今日。お疲れ様です。以上になります。このボールでかすぎやろ。おおおやば。はい、最後はね、前半でメイクできなかったこちらのうんち三段マニュアルですスポットのフリップアウトしたと思います。あマジ今日調子悪すぎた。それかタックンが上手すぎて相対的に調子悪く感じてる。タックはねちょっと今日神がかりすぎてという感じでね、今回の飛ぶ気スケートバックセッションはこんな感じで終わろうと思います。バイ。今日はこちらでいきます。はい、という感じでね、無事セッション終了しました。解散する前にこれで締めようと思います。プラネットパークは年に1回ぐらいのペースで来るんですけれども、まあ、久しぶりに行くと楽しいですね。ちょっとね、路面が悪いんで、テールの減りが異常に早いです。今回僕、デッキ変えて3回目のセッションなんですけれども、今日だけでね、もうだいぶ減りました。ちょっと見せます。
4時間セッションでここまで減ってしまうと。あとこけたらこんな感じでね、手が荒れるっていうのも路面悪い一つのデメリットですね。開き方のハウトゥーをしようと思います。はい、これですね。まあ平均的なオープナー、プレッシャーかけて一気にポンと、そうすると音がポッションじゃなくてフォーンタックになってるわ。あ、俺の開き方はちょっとさりげなかった。一番そうだもん、ね、俺もなんかコメントでなんかもう何か酒もすごいって言ってたよね。早打ちやん。持ったと思ったら相手よね。ビールの後はミスドよ。美味しい。やっぱ牛乳、あのカルボナーラと一緒に飲めらせと一緒に。ケン君バリ食うやん。まあいっぱいカロリー消費したもんな。うん、奪い瓦で。じゃあまた連絡されましたね。はい、無事家に着きました。いやー、今日はなんかほんまにめちゃくちゃ疲れましたね。やっぱね、移動時間がこんだけ長くなると疲れますね。まあという感じでね、もしよければ高評価コメントとあと登録お願いします。で、僕オンラインサロンもやってるのでね、ぜひチェックしてみてください。いろんなねプロジェクトやったりしてますっていう感じでね、もしよければ、動画の評価とコメントと登録お願いします。ではまた皆さん来週会いましょう。バイ。